モンキー乗り、モンキー乗り、モンキー乗り、A は、競馬における起乗法の一つ。蔵に腰を下ろさず、乗馬の一般的様式よりも短く設定された、あぶみの上に立ち、腰を浮かせて、背を丸め、膝でバランスを取りながら、前傾姿勢で起乗する方法。18世紀にアメリカで生まれたとされ、20世紀初頭から世界的に普及した。名称は、 普及のケーキを作ったアメリカ人騎手、トッド・スローンがイギリスで初めて騎乗した際、その姿勢が枝の上の猿と例えられたことによる。競争場に騎手の体重をかけにくい乗り方で馬に対する負担が少ない反面、騎乗姿勢は不安定になりがちであると言われる。日本ではモンキー乗り以前の騎乗法を天人乗りと呼ぶこともある。なお協定では選手が ボートでターンマークを回るときに、このような姿勢を取ることが多く、モンキーターンと呼ばれる。モンキーのりの発祥地はアメリカとされる。起源については、黒人の少年が画流で編み出したという説、デイリー・テレグラフによるネイティブアメリカンの起乗法を真似たという説があるが、定かではない。いずれにせよ、最初に採用したのは黒人機種であり、 18世紀のイギリス植民地時代から存在し、現地を訪れるイギリス人を驚かせていたとされる。近代競馬の発祥地であるイギリスにおいて、初めてモンキーのりを披露したのも黒人騎手のウィリー・シムズであった。1894年までアメリカで2年連続の最多勝利騎手となっていたシムズは、1895年に講演者の計らいでとえし、 ニューマーケット競馬場のクラウフォードプレートに帰場した。その貴重なフォームはイギリス人からの嘲笑を受けたが、この競争で勝利を収めると、イギリスの騎手たちは暗淡たる様子になったという。しかし、イゴシムズは帰場機会に恵まれず、4ヶ月の滞在で19戦4勝の成績に終わった。モンキーノリが普及するきっかけを作ったのは、やはりアメリカ人であったが、しかし、 白人のトットスローンであった。シムズから2年後の1897年10月に、都営したスローンは、シムズと同じくあざけりされたが、ニューマーケットに数週間の滞在で53戦20勝という、成績を残し、イギリスの人々を驚かせた。翌年も10月から、ニューマーケットで、次々と勝利を重ね、二度の遠征で、 k 9 8 0千四4 2勝の成績を残し、モンキーノリの評価を決定的なものとした。1899年からはイギリスでフルシーズンの起乗を行い、シボラでクラシック競争の千ギニーに優勝するなどし、年間では343,108勝で5位につけた。起乗数は160勝を上げた1位、サムローテスの半分ほどであった。 スローンは騎手を目指す少年たちの憧れの的となり、時を同じくして、イギリスの騎手たちも、モンキー乗りの習得へ向かった。モンキー乗りの普及はまた、ヨーロッパ各国において独占的に騎乗を行っていた、イギリス人騎手の権威失意と、それに代わってのアメリカ人騎手の急速な対等をもたらした。ヨーロッパ競馬に造形が深かった、獣医学者。 須藤義右衛門は1913年当時の状況を以下のように伝えている。須藤によれば、当時ヨーロッパではアングロマニアと呼ばれたイギリス風物雷産があり、イギリスを発祥とする近代競馬の騎手という職業もイギリス人の特殊技能であると考えられていた。ためにバジバさんの先進国であったドイツ帝国、オーストリアイコールハンガリー帝国、 ロシア帝国といった国々でさえも自国で積極的に機種を要請することをせず、競馬開催時には高額な報酬を持ってイギリスから機種を招いていた。しかし、スローンや彼に続いたアメリカ人機種の活躍でイギリス人機種の特権的地位は崩壊へ向かい、これに伴って各国、上記のほかフランス、イタリアなどにおいて自国機種要請への機運が高まった。 現在ではモンキーノリは世界の競馬における最も一般的な騎乗法である。モンキーノリはアメリカを発祥として世界各国へ広まったが、そのホームは各地で細部が異なった形で発展し、アメリカ型とヨーロッパ型に大別される。アメリカ型ではあぶみを浅く、つま先にかけ、上体を前傾させて馬の背に張り付くような姿勢であるが、ヨーロッパ型では アメリカ型よりも状態が起き、スパートをかけてからは下半身でも、盛んに浮上。また、アメリカ型が、馬の腰に鞭を入れるのに対し、ヨーロッパ型は鞭を振り上げて、馬の尻を打つ。こうした相違は、両者の競馬場の違いから起こると考えられている。アメリカの競馬場は、平坦なトラックコースであるため、空気抵抗を避けることに主眼が置かれているのに対し、ヨーロッパの競馬場は、 にに富み、力ををすするるる。ため、馬を動かかことに主眼が置かれているのであるもっとも、1980年代にアメリカからヨーロッパに渡って成功したスティーブ・コーゼン、キャッシュ・アスムス戦の影響や世界的なスピード重視の傾向を受けて、ヨーロッパでもアメリカ型のフォームで騎乗するものが増加している。1990年代から2000年代にかけてのトップジョッキーであり、自身も アメリカ型が好きだというランフランコデッドオリはう。前世紀、トットスローンと彼のモンキーノリが一世を風靡し、スティーブ公選路はそれ以上続いている。イギリスの競馬に合わせて改造していった、スティーブの機乗フォームに合わせるよう努めたジョッキーが何人かいたのもおかしなことだった。デッドオリによれば、アメリカよりも総じて距離が長く、ペースも遅いヨーロッパの競馬で、 終始低い姿勢を保つ完全なアメリカ型で起乗することは体力的に難しく、レース前半は馬をリラックスさせるよう安定をやや高めに、後半はスピードをつけるためアメリカンクラウチングスタルに、このやり方が一番効果的なようだと語っている。なお、純然たるアメリカ型では、右側のあぶみを左側よりも短くするエースデュースというスタイルが採用されている。これは、 アメリカの競馬場がすべて左回りかつ小回りであるため重心を左側に置いてコーナーをより小さく回るための工夫である創始者はエディー・アー・キャロとされる日本においては初めてモンキー乗りを実践したのは1907年に来日したオーストラリア人機種 WH ・コッフェーとされるただし当時の日本の競争場は欧米の競争場よりも 騎手の命令に対する反が悪く、コッフェイは炙みを長くして騎乗していたため、モンキー乗りと天神乗りの中間というべきスタイルであったという。日本中央競馬会発行日本レースクラブ50年首相誌では、明治末に横浜馬場において、短くしたあぶみで騎乗している騎手の写真が載っている。騎手名は不明だが、小形東吉の説明では、外国人騎手フレッチャーに似ているという。同じく、 日本中央競馬会発行日本レースクラブ50年首相誌では、大正時代にコッフェイが日本人にモンキーの利を伝えたという。また、競馬誌屋の若野明の調査では、1908年3月の競馬雑誌に、あぶみを短くして、体を馬の全身に持たせて、背部を密着せしめる、米国風の騎乗法についての記述があり、一作年頃までは英国風、 大狩りしかど、近年は、米国風最も多く、古藤六三郎、日垣林之助のごときは、全くこの米国風による模様なりきと伝えられている。しかし若野も、あるいは純粋なモンキー乗りとは言えず、半モンキーくらいのものではなかったかと推測している。古平の、騎乗スタイルは、赤石徹、る、徳田伊三郎、三間勝一、伊藤勝義、 中村和夫ら日本人騎手によって模倣され、戦前の騎手教本にも最善の騎乗法として紹介されている。実際、1930年代には蔵に腰を下ろし、背を伸ばして騎乗する方法はほぼ廃れていた。ただし、当時のモンキー乗りは現在と比べると長らみで、極端な前傾姿勢は取っていない。JRA 調教師検証者の藤本富雄氏は、 上記の内見間のフォームについて、あぶみが短かったということで、アメリカ式のモンキーじゃないと語っている。本格的なモンキーの利を初めて、日本に紹介したのは、太平洋戦争後に在日米軍の三沢基地に勤務し、機種免許も所持していたロバートアイアノッティである。戦後初の外国人機種ともなったアイアノッティのフォームは、当時日本で主流だった、ハンモンキーとは大きく異なるもので、 日本人騎手の間でも注目を集めた。その後アヤノッティは帰国したが、1957年には、イギリス人騎手の W.R. ジョンストンが、東京競馬場で模範機場を行って、モンキーノリへの関心はさらに高まり、翌1958年に白地からのアメリカ遠征に同行した安田隆義が現地で習得し、帰国後に実践したことで、日本でも広く普及した。 このため、一般的には安田が日本におけるモンキー乗りの先駆者とさている。現在、日本の平地競争においては、すべての騎手がモンキー乗りで騎乗している。なお、中央競馬の競馬学校騎手課程では、アメリカ系を標準としたフォームを教えている。中央競馬と地方競馬の騎手とでは、校舎の方がより大きい動きのフォームを持つものが多いとされているが、 これは戦術のアメリカ型とヨーロッパ型に生じる相違と同様の理由であると考えられる。中央競馬は軽い芝コースが主であるのに対し、地方競馬は砂が深く敷かれたコースが多く、より力を要するのである。しかしながら、2000年代に入り地方競馬の騎手たちが、中央競馬に遺跡をはじめ活躍するようになると、中央においても動かすフォームが重視され始め、 中央生え抜きであるランキング上位の機種にも下半身の浮上を盛んに行うものが見られるようになっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。